昇昇発景とは、中国の山水画の伝統的な画題。またその八つの名所のこと、昇昇は、湖南省庁佐市一帯の地域、童貞湖と流入する昇水と昇降の合流する、あたりを昇昇といい、イニシより、風光明媚な水橋地帯として知られる、北宋時代の高級官僚、総進はこの地に赴任した時にこの景色を山水図として描いた。後にこの画題が流行し、 やがては日本にも及んだ、湖南省の地図と、少昇発景の一少省は単に、風光明媚というだけではなく、かつては、その中心地として栄え、伝説や神話に彩られた土地である。かの有名な桃源郷の伝説もこの一帯から、生まれた、屈原の祖地、休暇や理想をには、伝説上の皇帝、行の二人の娘将君、将妃の物語が、幻想的に歌われている。 二人の娘は次の皇帝春三角の日がこう、女 A となり、夫の春が遠征の途中、将校のあぜで命を落とすと、後を追って、童貞子に見投げし、将校の神となったという、後に二人は、小山に祀られた、戦国時代、この詩を読んだ、屈原自身もこの地をさまよい、詩を読み、ついには、失意の内に目を投じている、童貞子のあぜに立つ竹養老には、 各地から文人が集い宮尾会を開いた、等の長説、徒歩、総代の半中円など多くの詩文がこの名称の地で生まれた、そう進むも、少々の、そういった点を十分に踏まえて、少々発景図を描いたと思われる。これは文人による三水画題の講師といえる。ただし、そう進むが自らの画に、少々発景と命名したわけではないようである。少々発景を、 ソースツムが編み出したという通説の書室は鎮活による随筆集、無形筆談とされる。その書画の巻でソースツムの山水を紹介し商工流域の八つの名称を指して少小八景と呼んでいる。この画題は文人、次題部の文画の価値観に当てはまり、その後多くの画人によって制作され、北曹末には流行した。北曹の風流皇帝として知られる基礎はこの画題に、 魅了され、宮廷画家を派遣してまで画題を追求し、自らも十二経を描いている。南宋にも継承され、夏経、梅園など多くの宮廷画家が作品を残した、文人が子を添えるための絵を画家に描かせ、できた絵に文人が子を描き込むという絵画鑑賞の形が当時はあり、北宋末から南宋にかけての時期は、宮廷でもこうした鑑賞方法のための絵画制作が行われていた。 地区の市場に合うような絵や、文人的価値に合うような絵を描く画家を院に採用するため、詩の一部など短い台を与えてふさわしい絵を描いた画家を登用することも行われた。こうした背景の中、文人的価値をわかりやすく反映させるような発見や十二、景といった名数の画題、とりわけ少々八景は非常な人気を博し、詩大部だけでなく、一般庶民の間にまで広まっていった。 しかし、現代になると、文人、次第部は、四軸の台だけで少々の名称を過剰にわかりやすく、解説し、広く知られるようになったが台を、俗とみなすようになり、南層末までの流行は終焉し、以後はほとんど描かれることはなくなった。中国では、急速に対照した少々発見図ではあるが、次第に、東アジア各地に伝播し、朝鮮や日本で盛んに描かれるようになる。 またそれぞれ固有の発景が、少々発景になぞらえて描かれるようになった。少々発景は以下からなり、すべて小南省に属している。少々発景図、摂州下の単優による、漢文十一年の写真鎌倉時代から、室町時代にかけて牧谷や玉館など、仮想の少々発景図が日本にもたらされ、日本絵画に大きな影響を与えた。仮の花戸により、 少々八景が好んで描かれたほか、自国の風景にも関心が高まり、大見八景や金沢八景などが選ばれ、葛飾北斎、歌川広重など当時人気の浮世絵師によっても描かれた。近代以降も、橋本画報、横山大観らがこのテーマを取り上げている。ありがとうございます。